こんにちはオンンンンンンララインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋和菜です今日もこの YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます、えー、今日はですね、えー、今ですね 7days チャレンジが、えーまあ、オンラインセミナーがですね7日間連続であったんですけれどもそれ先週1週間あってそれが終わりましてちょっと2日間ですね YouTube の方お休みをいただいておりました で、今日はですね、今日のテーマは、えー、なりきるということがとても大切。えー、お教室の、えー、生徒を募集する上,上でもそうですし、先生自身がですね、ブランディングするということで、えー、なりきるということがすごく大切だということをこちらの動画でお話ししたいと思います。えー、まずですね、そのブランディングなんですけれども、まあ、皆さん、あの、ブランドものってわかりますよね。 うん、でやっぱりそれって、そのうまくブランディングができているから、えー、その、まあ、高くても人は購入するわけなんですよね。で教室の先生、一、まあ、人で特にお仕事をされている方もですね、えー、そのご自身のブランディング、すごくここがすごく大切になってくるわけなんですね。でブランディングに大切なのは、えー、まずはそのなりきるということをすごく私大切だと感じています。 えー、そしてですね、昨日、そのセブンデイズチャレンジのねやっ、であったフェイスブックグループ、非公開のフェイスブックグループ、まあ、200人以上の先生方がですね、そちらに参加されていたわけなんですけれども、まあ、そちらでまあ私の本講座、2期の本講座をですね受講された先生をゲストに呼んで、えー、お話を聞いたんですよね。で、まあ、その先生がですね、まあ、3ヶ月の中で、えー、まああの コロナで休会していた生徒さんが戻ってきたりだとか、あとは引っ越しをする生徒さんがいて、でも引っ越し先でもオンラインレッスンを受けてくれるようになった。そして月謝を上げてもですね、そのまま新しい入会者が絶えないと。そういうお話をしてくださったんですね。で、まあその先生どんなふうにね、 えー、そういう状態をつけられたんですかとまあもちろんその私が講座の中で教えたことっていうのはあったわけなんですけれども、えー、そのあたりをですね昨日詳しく聞いていたらあのやっぱりなりきるのってすごい大切なんだなってその先生のお話を聞いてても思ったわけなんですよ、えー、これ何かと言いますと、えー、その先生がやったことはですねもう,もう人気の講師のように振る舞ったと で、ブログもそうだし、YouTube もそうだし、えー、生徒さんへ送るメッセージもですね、もうすでに人気のお教室、すでに人気の先生だというような、えー、もう振る舞い、もうなりきってですね、えー、そのようにしたと。で、これね、お月謝の価格もそうなんですよ。最初から、えー、なんか私はこの程度だろうとかね、えー、そんな風にですね、思っていたら、いつまで経っても上げるタイミングっていうのは来ないんですね、残念ながら。で、初めからもう人気のお教室、 うという設定で、えぇ、ー、おぎゅしゃも設定するべきなんですよね。で、これね、結構ね、本当に、まあ私も、えー、ピアノ教室を開業当時は、えー、地域でね、一番安い価格にしたお教室にしていたわけなんですけれども、本当にそれがね、間違いなんですよ、その考え方っていうのは。 でも、初めから、えー、人気のお教室のつもりでやっていく。人気の先生のつもりでやっていく。えー、人気の先生のつもりで言葉を発する。ブログを書く。YouTube で話す。えー、自信を持って話す。<laughs> 大きい声で話す <laughs>、えー。ということがですね。そして月謝も、えー、人気のお教室の価格にする、えー。そこがやっぱりすごく大切ですね。うーん。なので、えー 昨日ね、私もその先生の話を聞いて、改めてですねえ、どれだけその、なりきるっていうことがえ大切かということをですね、改めてあの先生の話を、その先生の、ね、話を聞いてですね、感じました。うん。まあちょっと非公開グループでね、やった、あのー、インタビューというか、まあライブゲストを迎えての ライブだったので、まあ、こちらの YouTube にちょっと出すかどうかはね、今後出すかどうかはちょっとわからないですけれども、えー、本当にですね、えー、価値のあるお話が昨日聞けたわけなんですよね。うん。まあ、その一部をですね、今日こちらのね YouTube でもお話できたらなと思ったんですけれども、えー、まずはですね、その自分が人気の先生だったら、どんな言葉を発するだろう、もしくは、 ご自身の近くに、まあ、もしくはインターネットでもいいんです、えー。の中でですね、自信満々に、えー、ピアノ教室をされているような先生、えー、そういった人の、まあ、情報発信を見る、えー、その言葉をですね、インストールする、ちょっと真似で見るとかね、えー、そういうことから始めてもいいと思います。はい。えー、今日のお話はですね、ブランディングするにはなりきると。 えー、そういうことをお伝えしました。えー、今日の動画を見て見てよかったな。えー、そして、えー、役に立ったなと思われた方はいいねボタンよろしくお願いします。えー、そしてこちらの YouTube チャンネルの登録も、えー、ぜひお願いします。はい、では皆さん素敵な一日をお過ごしください。